前編の内容を簡単にまとめますと、インターネットとリアルネット、要はインターネットを使わない集客っていうのは、もう本当に180度ものの考え方が違って、リアルネットの方は会社側が何かしら営業マンであったり、テレビ、ラジオ、雑誌、このようなものを使って、会社側から見込み客にコンタクトして、そして売り込んで集客してくるというような流れが大半でした。それに対してインターネットの方は、見込み客側が自らの意思で知りたい情報を検索する、キーワードを入力して検索して、自らの意思でホームページに飛んでくる、そしてそこから集客につながるというような流れ、要は見込み客の目線に立った時に、リアルネットの方は売り込まれているんですね。それに対してインターネットの方は自らの意思で行動しているという、もう本当に180度違う考え方が必要になります、ということでしたよね。ではですね、このインターネット上にいるあなたの見込み客っていうのは一体どのような人たちなのかということを考えてみてください。インターネット上の見込み客っていうのは売り込まれる必要が全くないんですね。なぜかというと、自分の意思で検索するというスキルをもう持っているからなんですよ。自分が知りたい情報は自分で手に入れられるっていうスキルを持っているんです。しかし、このインターネットがなかった時代っていうのは、売り込みされることによって初めてその情報を知るっていうような時代でした。例えば、これダイビングショップ、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、この人がですね、車を買いたい、車を買おうという時に、今では本当にインターネットで検索すればいろんな車比較検討できるんですけども、インターネットがないということは、たまたま出会った営業マン、この人の言うことを100%信じるしかなかったんですね。というか、この人からしか情報を得ることができなかった。要は、売り込みは確かに鬱陶しいものなんですけども、ある程度、ある意味では売り込まれるということが必要な時代だったんですよ。でもですね、今は本当に自分で検索して、自分が欲しい情報だけを自分で手に入れることができる。そんな時代にですね、売り込まれたいと思っている人がいるわけがないんですね。まあもちろんですね、まだまだインターネットっていうのが身近というか、その自分の生活に馴染んでいないという人はもちろんいますので、まだまだこのような営業マンであったりとか、テレビ CM っていうものが存在してるんですけども、これからどんどんインターネットが本当に自分の生活に当たり前になっていく。水道の蛇口をひねれば水が出る。ガスコンロをカチッと回せば火が出る。まあこれが当たり前じゃないですか。それと同じぐらいのレベルで。もっと言ったらそれ以上のレベルでインターネットっていうのが私たちの生活にですね、欠かせないものになっていくと思うんですよ。じゃあそんな時に、そういった状況になった時に、未だに売り込まれたいと思う人がいるか。というと、私はもう皆無だと思うんですね。じゃあ、インターネットではどんな情報発信するか。当然ですが、売り込んではいけないんです。売り込みをするわけじゃないです。ホームページとかブログ、小さな会社が運営するホームページやブログでは、売り込むということをしないんですね。でも、売り込まれてなければ売れないんじゃないかと思われるかもしれませんが、インターネットの場合は違うんです。ここは180度考え方を変えてください。インターネットがなかった頃は売り込まなければ売れなかった。これは当然の常識だったかもしれませんが、今はそうじゃないんですよ。今はというか、このインターネットの世界ではそうじゃありません。売り込むことに価値はないんですね。じゃあ何をするかというと、一言で言うと提供なんです。この人が、見込み客が求めている情報を提供するだけでいいんですね。なぜかというと、この人たちは情報を知りたくて検索するっていうのが大半なんです。もちろんですね、売り込まれたいと思っている人、ごくごくわずかいるかもしれませんよ、インターネット上にも。でも多くのこの見込み客っていうのは、ただただ自分が知りたい情報をネット上で手に入れたいだけなんですね。じゃあ、あなたはその情報を提供してあげるだけでいいということです。その中で、この見込み客っていうのは比較検討しますから、自分の意思で。自分の意思でいろいろ様々なサイトを見比べて比較検討する。その中でも最も有益な情報を提供している、最も信頼のおけるウェブサイトを運営している人っていうのが選ばれます。だからこそ、これからの小さな会社のブログ、ホームページやブログでの情報発信っていうのは、とにかくですね、見込み客のことだけを考えて、この人にとって有益な情報を提供してください。じゃあ具体的にどのような情報を提供するかというとですね、とにかく見込み客にとって分かりやすく、そして情報を出し惜しみしない、なるべく極力出し惜しみしないというような情報発信がですね、必要になってくると思います。インターネット上では見込み客がですね、自分の意思で、自らの意思でいろんなウェブサイトをこのように
自由に移動することができる。要は比較検討できるんですね。で、これはさらに、たったクリック一つなんですよ。この人がする作業っていうのは、ワンクリック、ポチポチってやるだけで、このサイトからこちらに飛んだり、こちらに飛んだり、自由に移動することができる。まあ、これがインターネットの魅力なんですが、で、そんな中であなたのサイトが選ばれるには、あなたのホームページ、あなたのブログが選ばれるには、まあ、これはですね、もう本当に、とにかく分かりやすく、見込み客にとって分かりやすく、そして見込み客にとってものすごく有益な情報を出し惜しみしていないということがもう不可欠なんですよ。というのもですね、ライバルサイトっていうのは山ほど存在します。インターネットは無限の空間ですので、その分ライバルの数も多いんです。じゃあ、その中であなたのサイトで情報を出し惜しみしていたとしても、別のサイトっていうのは必ずそれ以上の情報っていうのを提供してるんですよ。まあ、要は、これまでっていうんですね、その業界の中で、ある一定のライン、これ以上の情報っていうのはまあ無料で提供しないっていうようなことが暗黙の了解であったと思うんですけども、もう今からっていうのはそれがどんどん崩壊していくと思います。どん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 ライバルは、今まで以上に有益な、今まで以上に公開されていなかった情報を無料で提供していく、公開していくっていうことをしていくと思いますので、もうあなたがしなくてもどこかがやってしまうんですね。ですから、まあ、情報は出し惜しみしない、極力出し惜しみしないということはとても重要になります。で、さらにですね、インターネットっていうのはまだまだ分かりにくいっていうのがあるんですよ。これは私もよく感じるんですけども、ウェブサイト閲覧していて、なんかよく分からないウェブサイトってよく見ませんか？その中で私が何するかっていうと、より分かりやすいサイトを探すんですね。まあ、このダイビングショップっていうのは、この業界のプロからするとですね、まあ、言葉の言い回しとか専門用語とか使っても、この業界のプロから見れば分かりやすいのかもしれませんが、見込み客っていうのはいわば素人なんですね。あなたの業界のことを全く知らないからこそお金を払ってあなたにお願いするわけですので、あなたの商品を欲しがっているわけですので、いえば素人なんですよ。この素人の見込み客にとにかく分かりやすく伝えるっていうのがものすごい大事になってくると思います。では、より分かりやすくするためにどのようにすればいいかというとですね、文章、写真、音、動画のように、まあ、インターネット上で活用できるものは全て活用して、とにかくこの見込み客にとって分かりやすい、見込み客が知りたい情報っていうものを極力出していくっていうのが重要になります。例えばですね、このダイビングショップのブログでは、まあ、よくありがちなのは文章ですよね。ブログには文章が書かれている。まあ、これは当然なんですけども、文章で、例えば沖縄の海は最高に綺麗です。透明度が高く、どこまでも澄んだ青い海、太陽の光でキラキラ輝く珊瑚礁、このようにまあ書かれていたとしてもですね、なかなかこの人が一度も沖縄の海を見たことない見込み客がイメージするというのはなかなか難しい。じゃあ、そこで何するかというと、多くの人は写真を貼り付けますよね。写真を貼り付けることによって、文章では全くイメージできない領域、まあ、要は言ってしまえば文章が必要ないぐらいの情報量っていうのがこの1枚の写真には詰まっているということです。この人が知りたい、見込み客が知りたい情報が写真の中にはぎゅっと詰まっている。さらに写真の枚数は多ければ多いほどいいです。まあ、ちょっとこのようにブログの中に収まらなかったんですけども、このように写真の枚数は多ければ多いほど、よりその中で泳いでいる自分のイメージをしやすいですよね。こんな綺麗な海の中で泳いでみたい、自分もここで泳いでみたいというイメージがしやすいんですよ。じゃあ、さらにここでもう少しこの見込み客にとって、見込み客が知りたい情報ってないだろうかって思った時に、例えばじゃあ音っていうことが考えられます。音、海の中の音、まあ、泡の音であったり、そういうものを録音して、ここにブログの中に貼り付けるっていうのもいいですし、まあ、今ではですね、そんなちょっと面倒くさいことしなくても、動画っていうものを使用することによって、写真プラス音、要は映像プラス音っていうものを簡単にブログの中で提供することができるんですね。じゃあ、動画を貼り付けてみるとどうなるかというと、文章や写真ではもう全然伝えることができないような情報、より濃い情報、より多くの情報っていうのをこの見込み客に提供することができます。見込み客が知りたがっている情報だからこそ動画を貼り付けると思ってくださいね。動画が流行っているから、YouTube が流行っているから活用しようじゃないんですよ。見込み客が知りたがっているからこそ、
動画で伝えられる情報が多いからこそ動画を使うと思ってください。だからこそ別にかっこいい編集とか全く必要ないんですね。小さな会社のネット集客においてかっこいい動画の編集は一切必要ないと思ってます。そんなことよりもこの人が知りたい情報を、的確により分かりやすく伝える。小さな会社がネット集客ですることは、インターネットですることは売り込みではないんですね。売り込みではなくて、見込み客が知りたがっている情報、見込み客が検索したキーワードに対する的確な答え、それをより分かりやすく出し惜しみしないで提供してあげるってこと。参考になれば幸いです。